はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名を教えてください。はい、東京品川の、名前は旗の台クラブです。私、監督、酒井と申します。はい、よろしくお願いします。とても人数が多いチームとお見かけしたんですけども、はい、今何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。はい、6年生が今、はい、まあ、抜けて、はい、で5年生以下で1年生まであって、はい、53人です。はい、監督さんに就任されたいいきさつを教えていただけますか。はい、うちの息子が、はい、入って今もう社会人で27歳8歳ですけど、はい、彼が入った時にコーチになって、はい、でそれ以来のお付き合いで、今にいたわけです。はい、じゃあコーチからもうやられてたわけですか。はい、はい、ありがとうございます。最近のチームの主だった成績を教えていただけるでしょうか。はい、2020年に、はい、全日本学童の、はい、マックですね、はい、マックの東京大会で、はい、3位になって、でその年の、同じく東京都の学童の新人戦で、はい、東京都で、優勝して、そうですか。でその翌年、はい、またマックで、ベスト8ぐらいですけど、はいはい、まあ、それが一番、まあ、いい成績です。じゃあ比較的結構品川区の代表として出ることが多かったんですね。頑張れるようにしてます。はいはいはい、チームのなんかスローガンみたいなのは決めてられますか。はいはい、特にこうバンってないんですけども、はい、まあ、いつも年に1回の総会とかで、まあ、みんなで親御さんと共有するのは、まあ、自主自立みたいな、はい、子どもの自主自立なんですけども、はい、それを掲げると、まあ、今度コーチとか監督がじゃどういう接し方をしたらいいのかっていうのがものすごい難しくなるんですけども、はい、その辺をまあ常に課題にしてやってます。はい、ありがとうございます。月々の費用はおいくらでしょうか。はい、毎月3500円です。はいはい、今この数年はコロナでなかなかこう難しくなったと思うんですが、合宿なんかはされてますか。ですね、夏休みに、茨城県の神栖に、はい、行ってます。1年から1年生から6年生まで、全学年で、はい、行く合宿を年に1回やってます。ここ2年間やってなかったんですけど、去年から、はい、また復活してやってます。はいはい、結構あれですか、がっちり練習する合宿でしょうか。はい、練習のパートと、あと、はい、1年生と6年生のこう交流の大事な場でもあるん で、はい、でそこでリクレーションを入れたりとか、はい、どっちかというと、あとまあ親御さんたちの交流みたいなことで、はい、位置づけてます。はい、わかりました。普段の練習時間というのは大体どのくらいされてるでしょうか。はい、平日はですね、週に1回か2回、うん、グラウンドが取れたら、はい、自主練ということで場所取ってあげて、はい、それでコーチがついて、で自主練の日は設定してます。そうですか。まあ、基本は土日祝日の、はい、活動です。はい、練習場所は大体ここでやってられることが多いんですか。はい、舞台はここの第二演座小学校というところと、はいはい、隣の清水台小学校というその小学校が舞台です。そうですか。はい、わかりました。チーム独特のなんか練習とか、はい、練習で気をつけてることなんていうのがございますか。はい、比較的オーソドックスな練習だと思うんですけども、はい、注意してるのが他さんとちょっと違うとすると、ボールに接する回数をとにかく増やそうということでやってます。バットでボールが当たる回数と、グローブにボール入れて投げる回数を、まあ、他のチームさんより倍にはしようみたいなことで注意してみんなコーチがやってます。今日私見ていただいても、ずいぶんやはり結構ボールに触ってる時間が長い感じだなというちょっと気がしました。はい、次の質問ですけども、チーム出身でですね、まあ、高校大学それ以上でこう活躍されてる OB っていうのはいらっしゃるでしょうか。はい、ここですから10年ぐらいで出るようになってたんですけども、高校でいう甲子園に出るような二松学舎さんとか、はい、東海大菅生さんとか帝京とか、はい、あと慶応とかですね。はい、でその辺にどんどん卒業生が行くようになって、はい、来て、でそれで最近はその子たちがまた大学に上がって、はい、東京六大学とかあと東都大学に行くようにだんだんやっぱ最近になってきました。あ、そうですか。はいはい、今度は卒男性のちょっと質問なんですけども、はい、大体卒業してですね、はい、野球を続けるお子さんというのは多いでしょうか。9割方野球は続けてくれてます。はい、
でその中でですね、はい、まあ、こう続き方なんですけども、まあ、多分この地域だとですね、公式のリーグ、はい、それから中学の部活、はい、あと中学のクラブチームってい う, こう、はい、選択が3つあると思うんですけども、 その割合っていうのはいかがでしょうか。はい、まあ、ちょっと数えたわけじゃないですけど、はい、感覚的に8対2で、はい、硬いボールが2で、はい、柔らかいボールが8の感覚です。はい、保護者の方からアドバイスを求められたりすることっていうのは、はい、まあ、よく私も聞かれますし、はい、上に行った方々でいろいろこう質問があるのは、まあ、うちの子硬いボールできますかっていう話なんですけども、はい、まあ、ボールの硬い柔らかいよりも指導者さんがしっかりされてるとか、あとその環境が揃ってるとか、あと距離とかグラウンドの距離とかで、そういうのも全部総合的に判断した方がいいよと。あと、まあ、体の大きさももちろんありますけども、そういうようなアドバイスはまあしてます。はい、わかりました。子どもたちを集める活動なんですけども、はい、まあ、SNS とかチラシとか、まあ、口コミとかいろいろあると思うんですけども、はい、どんな活動をされてるでしょうか。基本はこの大人座小学校で、はい、まあ、3年以下の活動をやってまして、はい、でそこで月に1ペースでシーズンになると、はい、野球教室やったり、はい、あと大人座小学校と一緒に共催でスマイル野球教室みたいなことをやって、はい、でとにかくうわここなんか楽しそうなことやってるっていうんで、はい、こう覗いてもらって、はい、それで体験に来てもらってみたいなことと、はい、あと最近やっぱ増えたのは、はい、ホームページですね、はい、ホームページにダイレクトにこう、はい、問い合わせ来て見学できますかとか、あと体験したいんですけどっていうのはあるんで、はい、そこにちゃんとこう答えをできるようにはしてます。やはりいろいろ多角的にね、はい、そうですね、結局集めていかないとなかなかこれからは難しい。そうですね、はい、最後の質問なんですけども、はい、まあ、これもう監督さん長く監督さんやられてると思うんですけども、これからなんかこんなチームにしていきたいとか、はい、なんか抱負があったら教えてください。まあ、なかなか難しいんですけども、はい、まあ、誰からも愛されるチームということに尽きると思うんですけど、はい、まあ地元の人たちはね、もちろんあれそうなんですけど、対戦した相手様からも、うん、こっちは勝っても負けても好かれるような愛されるような、まあ、チームになりたいと、うん、なかなか難しいことですけども、はいはい、まあ